ハヤトロックチャンネル。いらっしゃいませ、ハヤトロックです。クリックしてくださりありがとうございます。今回はこれで塗りが爆速になりました、ありがとうございます魔王様をお送りいたします。早速ですが、はみ出しだけ消す消しゴムって知ってますか？その名にたがわず、はみ出しだけを消してくれる消しゴムなんですが、はい、こんな感じなんですが、動画や配信でも知らない方やうまく扱えませんという声があったので、使い方の解説をしていきます。今回の動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンをクリックよろしくなのである。また今後も講座動画見てやってもいいよと思っていただけましたら、チャンネル登録もよろしくなのである。そしてこの動画の最後には特典パートもご用意しておるので、最後まで見ていってもらえると嬉しいのであるぞ。今回の動画は魔王様への感謝の意を述べる動画です。ありがとう魔王様。はい、ではまず先ほども少し見せましたが、はい、こんな感じでですね、消せるツールとなってます。綺麗にですね、周りだけ消すことができます。はい、クリスタのアセッツではみ出しだけ消すというふうにですね、はい、検索すれば、はい、こちらですね、はみ出さないペン&はみ出しだけ消す消しゴムっていう風な名前でセットとしてですね、魔王様が作ってくださったツールが出てきます。僕の場合ですね、もう1回ダウンロードしてるんで再ダウンロードっていう風になってるんですが、このように無料でダウンロードできますので、お気軽にですねダウンロードさせていただきましょう。はい、ではですね、これからこちらのツールの話をしていくんですが、そもそもこれ自作できます。はい、しかもそんなに難しくありません。はい、ではですね、例えばこちらこの G ペンですね、カスタムしていきましょうか。まずはこちらを右クリックして、はい、これサブツールの複製をしておきましょう。はい、 OK。 はい、そしたら一番下にですね、もう2っていうのを作ってましたね。はい、 G ペンの3っていうのが複製できました。これですね、約束です。今回に限らずデフォルトツールであったり、ダウンロードしてきたツールをカスタムするときは複製を作ってからカスタムしましょう。設定を触ってしまったりするとですね、初期設定に戻す方法だったり再ダウンロードして戻す方法もあるんですが、複製を作ってツール名をですね、例えば、はい、こちら、また右クリックして、サブツールの設定っていうのがあるんですけど、こちらをですね、はい、例えばこんな感じで G ペン括弧はみ出さないといったような名前に変更することで見分けがつきやすくなります。またですね、ツールアイコンの背景色っていうところがあるんですけど、ここを押しますとこのようにですね、色を変えることもできます。ツールアイコンの色を変えてですね、パッと見で違いを出すのもいいと思います。ツールアイコンの変更についてはこちらに動画作っておりますので、ぜひとも参考にしてください。はい、ではですね、複製が作ることができましたら、はみ出さないペンを作っていく工程なんですが、はい、こちらですね、ツールプロパティですね、こちらの下スパナマークですね、ここを押しますと、はい、サブツール詳細っていうのが出てくるんですが、ここ一番下の項目ですね、これを押しますと、こちら、ここですね、この目のマークがつけることができるんですが、はい、こちらですね、ツールプロパティの方を見てください。ここ目のマーク、チェックマークを入れることによって、こちらのですね、ツールプロパティの方に項目が移るようになってきます。一旦ですね、全てオンにしておきます。ここからですね、設定なんですが、今この目のマークを押したのは見えるようにしただけですよ。はい、ここからですね、設定の方なんですが、ここですね、一番上の参照レイヤーの線からはみ出さないをチェックを入れて、この下のベクターの中心線で塗り止まるをチェック入れて、領域拡縮をチェック入れます。で、ちなみにここですね、拡縮方法っていうのが押せるようになるんですけど、真ん中のですね、丸く拡張っていうのがおすすめです。で、ここですね、チェックを入れることができましたら、はい、×ボタンを閉じて、はい、実はこれもうはみ出ないペン完成してます。じゃあ実際やってみますね。まず、線画の方を書いていきますね。ここでの線画はベクターレイヤーに書けば何の線でもいいんですけど、はい、で色塗り用のレイヤーに、はい、先ほどのはみ出さないペンでちょっと太めにしますね。これぐらいでいいかな。はい、これで、はい、内側だけ塗ることができました。今これブラシ、この大きいのはみ出てるの分かりますよね。はい、塗っていきますよ。色がはみ出しません。こんな感じですね。ここでですね、大事なのは、はい、ここですね、線画のレイヤー、これにですね、ここ、はい、参照レイヤーの灯台マークをつけるのを忘れないようにしましょう。ここですね、ここにあります
参照レイヤーっていうのがありますんで、ここで灯台マークを押すことによって、はい、灯台マークがつきました。この線がですね、黒い線を参照レイヤーにすることによって、こちら側とこちら側、外側ですねと分けるですね、境界線になるわけですね。ちなみに消しゴムもですね、同じように消しゴムのスパナマークで、ここもはみ出し防止っていうのがありますので、ここからここですね、参照レイヤー、ベクター中心線で塗り止まる領域拡縮とかをチェックを入れれば、同じくはみ出しだけを消す消しゴムとしてカスタマイズすることができます。はい、それではですね、使い方と注意点を話していきますね。僕ね、もともと漫画家志望だったんですよ。1、ブラシサイズと中心点。このようにですね、また先ほどの丸と色を塗ったレイヤーを用意したんですが、これをはみ出しだけ消す消しゴムで今度はですね、消していこうと思います。はい、じゃあ行きますよ。こんな感じでグググググググ、はい、ここから行きますよ。ブラシは中に入りましたが、中は消えてません。はみ出し部分だけ消えていきますね。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこの中心点ですね、見ててくださいね。はい、行きます。グググググググ行きますよ。はい、中に入った瞬間消えましたね。はい、行きますよ。ググ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 グ、中に入る瞬間、はい、消えました。僕のおすすめはですね、ブラシサイズをこんな感じで大きくして、もう200とか300とかでもいいんですけども、そうすることによって、はい、こんな感じでグイーンとスムーズに消すことができます。ちなみにこのカーソルのですね、中心点についてなんですが、はい、こちらファイルの環境設定、はい、でこちらですね、カーソルのところですね、ここに入ると、ここカーソルの形状というので、ブラシ系カーソル、ペン系カーソル、消しゴム系、あとそれぞれ図形とかもあるんですが、ここですね、例えば消しゴム系、ここを押すとツール固有とかなしとか十字だけとか三角印とかあるんですが、僕のおすすめはこのブラシサイズと十字ってやつですね。この他のやつはどんな形かっていうのは、まあ各々見てくださいね。ブラシサイズと十字っていうのがおすすめです。わかりやすいんでね、見やすいんで、はい、それでこのブラシサイズの大きいのと真ん中にですね、十字点が出てきます。はい、これがあればですね、いつ中心を超えるかっていうのが分かりやすいのでおすすめですね。それぞれですね、ブラシ系、ペン系、消しゴム系など各ツールですね、ごとに設定分かれてあるので、おのおのですね、設定してみてください。ブラシ系とペン系はですね、意外とですね、ツールによっては、お前ブラシなんかいとか、貴様ペンかとかありますので注意しましょう。中心点が見えることによって、はみ出しだけ消す消しゴムですね、さらに使いやすくなりますので、お試しあれ。僕ね、もともとプロの漫画家さんのアシスタントしてたんですよ。2、線が意外とつながってない説。はい、はみ出しだけ消す消しゴムで、はい、ぐん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 、はい、中心点超えてないですよね、超えてないですよね、あれ、もう一回いきますよ。大丈夫ですよね、大丈夫ですよね、あれ、なんでここ消えたんでしょう。はい、正体はぐん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 、こちらです。線修正っていうツールの制御点、はい、こちらでカーソルを近づけていきますと、はい、この赤い線が、はい、ベクター線の本体なんですが、ここですね、よーく見てください。つながってないですよね、ここわかります？ここですね、線、黒い線的にはつながってるようには見えるんですが、本体的にはつながってないんですよ、実際には。なのでこのですね、隙間から消しゴムの効果がですね、漏れ出して、こちら側のですね、内側の方まで消えてしまってるってことですね。こちら側は大丈夫ですね。なので色の塗り分けをするところはですね、効果が漏れないように、ベクター線のところを、はい、ここをぐじゅぐじゅぐじゅって書いてあげることによって、はい、線修正の制御点で、見えます？すごいことになってるんですが、はい、ピンクで塗って、はい、いきますよ。編み出しだけ消す消しゴムで、はい、はい、こちらもいける、こちらもいける。さて問題のこの辺ですよ。はい、大丈夫でした。はい、こういう風に実際は線ですね、つながってなかったんですが、こうやってぐじゅぐじゅぐじゅって塗りつぶしてあげることによって閉じることができたので、はみ出しだけ消す消しゴムの効果が、外側だけですね、効果が発揮されたって形ですね。僕ね、もともとゲーセン店員だったんですよ。これゲーセンの制服。はい、3、ラスターレイヤーでも OK。 実はラスターレイヤーの線でも使うことはできます。ここではですね、先ほどと違ってはみ出さないペンの方がですね、説明しやすいので、ペンの方で説明しますね。
はい、ではまずですね、ここベクターレイヤーではなくてラスターレイヤーを追加します。ここで線画を描きます。はい、そしてこの線画の下に色を塗る用のレイヤーを追加して、今度は緑ぐらいにしましょうかね。はい、色を塗って、はい、これです。先ほど忘れるなって言ったのを僕忘れてしまいました。灯台マークですね。はい、このラスターレイヤー、線画のラスターレイヤーに灯台マーク、はい、つけましょう。はい、そしたらもう一回やり直しですね。はい、灯台マークをつけました。はみ出さないペンを使います。はい、見事に外にははみ出ません。もちろんですね、先ほどと同じようにこの中心点が外に出ちゃうと、はい、このようにですね色が漏れますが、中心点さえ出なければ、はい、内側だけ塗ることができます。はい、でもですね、ラスターレイヤーの場合気にしておくことがあります。はい、それはここですね、領域拡色、ここの数値をですね、はい、ここですね、プラスの方にしておきましょう。こちら側に行くとマイナスの方になってしまいます。はい、なので例えばここですね、0でちなみに塗ってみますと、はい、このように内側だけ塗れてるんですが、このようにアップ、はい、超絶アップしますよ。はい、わかります？白く残ってしまうんですね。なのでここはですね、先ほどの数値を、はい、ここ領域拡縮、ここではですね、分かりやすくちょっと大きめの数字ですね、例えば、はい、10ぐらいにしておきましょうかね。でここですね、線画の方をちょっと分かりやすいように半透明にしておきますね。はい、でこちらに色を塗っていきます。どうですか、これ分かります？線の中に染み込んでるのが分かりますか、これ。はい、こうやってここのですね、領域拡縮のところをプラスの方にですね、数値を大きくしておけば、はい、先ほどのようにこの黒と色を塗った部分の際の白く残る可能性がですね、大きく減ってきます。はい、ここの領域拡縮の数値については使うペンの太さによって違ってきますので、おのおのですね、微調整してみてください。なのでこのですね、領域拡縮のこの項目ですねを気にしなきゃいけないんですけど、ラスターの場合はですね、でもですね、線画をベクターレイヤーで描くことによって、この上にありますベクターの中心線で塗り止まるっていうチェックマークがあるんですけども、ここにチェックを入れておくだけで、はい、領域拡縮をゼロの状態でやってみますよ。はい、塗ってみます。はい、先ほどラスターレイヤーの場合だと領域拡縮0だと、はい、白い部分が残ってましたよね。でもベクターレイヤーにして、このベクターの中心線で塗り止まるっていうのにすれば、領域拡縮が0でも白い部分が見えません。線画の部分を半透明にしてみます。どうでしょう。ちなみにこれですね、線修正のまた制御点を持ってくると分かりやすくなるんですが、はい、このベクター線の本体である赤い線ですねのところまで、はい、色が染み込んでます。これがベクター線と、ここですね、ベクター線の中心で塗り止まるのコンボですね。はい、ベクター線を使うことによって領域拡縮の数値を気にせず塗っていくことができます。はい、いかがだったでしょうか。これではみ出さないペンとはみ出しだけ消す消しゴムの使い方はあらかた説明できたかと思います。自作するのもありですし、クリスタアセッツからダウンロードもできます。僕は魔王様の作ってくださったやつを使わせてもらってますが、他の方もですね、同じようなのを作ってアセッツに上げてくださってる方もいらっしゃいますので、調べてみましょう。はい、使い方に関して不安な場合はですね、本家の魔王様の動画も参考にしてみてください。概要欄に URL 貼っておきます。はい、それではここまで見てくださりありがとうございます。動画の最後にお楽しみの特典パートです。今回の動画を見ていただけてましたら解ける簡単なクイズです。ではいきます。今回はみ出さないペンとはみ出しだけ消す消しゴムを自作するにあたって、カスタムする際にお約束として必ずやりましょうといった前準備がありました。それは何？ A 伏線を回収する、 B 伏線を作る、 C 伏線を貼る、 D 伏水盆に帰らず。僕ですね、動画のサムネイルの修正案などを伏線に書いてディスプレイの横にですね、たくさんペタペタペタって貼ってるんですが、ずっと数が減ってないんですよね。なんでですかね。まあやってないからですけどね。いつ進めましょうかね。はい、それでは答えが分かりましたらコメント欄にて回答をお待ちいたしております。
例のごとくこの動画内にヒントはありますので、概要欄にあるチャプターから動画を見返してみてください。はい、それでは今回も最後までイベント参加いただきまして誠にありがとうございました。また次回のご来店もお待ちいたしております。それではまたね。バイバーイ。